手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終われません。続きましたモンスターズインクよりサリーね。以前驚かせやサリーで紹介したこともあるんですけど、これはね初期の方に出てきたサリーちゃんパターンでございます。はい。でシャックジェットディウェアチ、何が言いたいと、こっちに出てくるサリーはね自分自身が別の積むの代わりに大きくなっていくというね、まあ、昔ながらの巨大化ウイルス注入ってこのネタわかる人いるかな、うん、っていうツムなんですよ。ブグ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 ってねこんな感じで、うん、で最大まあ3つまで大きくなるというツムでございますね。まあ今まあその3つというかスキルレベルによって多分もっともっと変わるんだけど、今持ってるツムだと持ってるスキルレベルだとまあここまでという感じですね。はい。まあでもサリーちゃんもねめちゃめちゃでかいからね。でまあ時々そのいろんなねイベントでそのでかいツムを何個潰さなきゃダメですみたいなやつパターンとかあるときはこのベイマックスもしくはサリーを使うとかね、っていうのがおすすめですね。ベイマックスの場合はなんだろうな、自分以外、自分も含めて自分以外のそのツムもでっかくなれちゃうっていうやつなんで、まあバラエティ豊かに壊していきたいっていう時はあれだけど、まあまあまあそのマイツムもついでに消していきたいですわっていうタイプの人にはサリーを使うのがおすすめかなと思うね、うん、これモアナだよね、このお花ちゃん。違ったら恥ずかしい。ほい、ててモンスターズインクもな、ユニバーシティとかね、なんかその続きの話的なやつを聞いて、見てみたいんだけどな。じゃあ見ろよ。うん、見る。はい。ということで、まあ無難な点数とコインっていうところですね。ではまた次回お会いしましょう。バイチャー、キュー。